タラルルスは、重い草甲と尻尾のコブを持った川ほどのサイズのアンキロサウルス科の恐竜の属である。1952年にエフゲニー・マルエエフによって命名された。タラルルスの化石は、モンゴルのゴビ砂漠南部で発見され、タラルルスここに生息していたと見られる。多くのタラルルスの化石がゴビ砂漠のバインシレソウで見つかっていることから、タラル,ルスは、 数千年前の氾濫源の低地に生息していたと、科学者は推測している。化石を含む岩石は、バヤンシレソウの白亜紀、後期9500万年前マイナス8800万年前の窒素から発見された。より正確なタラルルスの年代を把握するには、バインシレソウの恐竜の化石と似た年代の、恐竜化石を含む、どこか別の岩石と比較する必要がある。 しかし、白秋高期諸島の陸上の動物の記録を残す場所は世界に立った数箇所しかない。今までに集めたすべての情報からタラルルスは白秋後期9500万年前マイナス8800万年前にモンゴルのゴビ砂漠南部の氾濫限定地に生息していたと科学者たちは結論している。この属は1950年代に ソ連の調査隊により発見され、現在5個体以上の標本が知られており、これには2個の不完全な頭骨、1個のほぼ完全な骨格及び多くの皮骨が含まれている。タラルルスは現在よく知られたモンゴルの極竜類の一つである。タラルルスの頭骨は長さ約2 4センチメートル幅約2 2センチメートルで、 体長は4メートルから6メートルと推定される。この曲ルールには、獅子の上に5トンの重量が乗っていた。付加的な識別特徴としては、下突起が横に広い銅子を持つこと、縦溝の装飾のある皮骨を持つことが含まれる。ビックリスへ通る2004によれば、白亜紀のアンキロサウルス科には2つの明確なクレードが存在し、一つは北アメリカの高さ、もう一方は、 アジアに限定されるタクサである。このアジアのクレードの最古のメンバーがタラーユリスプリカトスピニアスである。ディズニーの CG アニメ映画ダイナソーの冒頭部分に少しだけ登場する。ありがとうございます。